皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあタイトルにもある通り、まあ、速報という感じで、ちょっと急いで撮ってる動画になるんですけれども、まあこちら、いわき市案内センターの路頭になるわけなんですけれども、まあ最近ですね、ここにある、残ってる岩の塊をこうどんどん割っていって、まあ、今回の週末でこの岩の塊はやっつけることができたわけなんですけれども、まあ、結構サメの歯ばっかり出てきてて、狙ってたちょっとアンモナイトがあまり出てきてないなということだったんですけれども、ようやっと、この岩が小さくなってからアンモナイトが出てきたわけなんですね。ただ今回そのアンモナイトの話はちょっと置いといて、まあちょっとそれはまあ近日中にですね、別な機会にちょっと動画出そうかなと思うんですけれども、その岩をやっつけた後に、ちょっとその周辺のこの床面をですね掘ってたんです。まあそこはやっぱりサメの歯が結構出てくるところなんですけれども、まあサメの歯がなんか何もかこう出てきたらいいなっていうふうに思って掘ってたらば、まあちょっとね、珍しい、まあまたサメの歯がちょっと出てきたんですよ。でね、それがですね、ここに、ここの中にあるんですけど、わかりますか？どこにあるか。はい。実はですね、ここ、これ、ちょっとピットが合いにくいんですけど、ここにですね、ちょっとこれ、横長になんかちょっと見えるものと、ここに、キラキラっていうのがこう並んで見えてるかなと思うんですけども、はい、ちょっとピントが合わないですね。じゃあちょっと画像を出しますけども、まあ、こういった歯なんですけれども、まあ、この下にこう白っぽく見えてるのはですね、これがあのサメの歯の根っこにあたるんですね。あのサメの歯の根っこっていうとこう歯の字にくっついてるものが多いかなと思うんですけども、まあ、このサメの歯はですね、ここにこうギザ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 とありますけど、まあ、このノコギリの歯みたいな形がまあ特徴ではあって、まあこれは一応のヘキサンカスなんですね。ヘキサンカスというまあサメのまあグループの名前なんですけど、そのヘキサンカスの歯が出てきたんですけど、まあこれ完全にまだクリーニングも全くやってない状況で、ここにこうギザギザギザと出てますけど、ここまでこうね、根っこがこっちにこう出てきてるんで、当然ここに続きにこっちにギザギザとあるかなとは思うんですけれども、ただこの根っこがですね、まださらにこっちに、この石の中に埋まってるんであれば、さらにこうギザギザギザっていう風にあるんじゃないかと思うんですけれども、まだここをね、クリーニングしないと、このヘキサンカスという、まあ、サメのグループの中でも、その中にこういろいろ、サメの種類があるんで、それの同定もちょっとできない感じなんで、まあ、ここからですね、クリーニングをしていかなきゃいけないなというところなんですけど、でももう一つ付け加えて、このサメの歯の、左上にあるんですけど、ちょっと光が当たっちゃってあるんですけど、これですね、この辺。この辺にちょっとね、こう、つぶつぶというか、なんかちょっとこうあるんですけど、まあそれを拡大したのがこれなんですけども、まあちょっと集合体恐怖症の方には申し訳ないんですけども、まあちょっとね、こうつぶちっちゃいつぶつぶがこう密集してて、それぞれがこうなんていうか、まあ言ってみればサメの歯みたいにこうピカピカ光ってるんですよね、これね。もうちょっと拡大すると、はい、まあこの辺とかね、これピカピカ光ってるんですけど、まあこれが一体何なのかっていうのもちょっと分かんないんですけど、まあパッと見歯のようでもあり、まあ単純に鉱物がこう密集して入ってるだけのようでもあるんですけどね、はい、まあ詳しいことはちょっと分からない、はい、でまあ仮にこれクリーニングを進めるとしてもですね、この、サメの歯とこっちのよく分かんないやつを、まあ、こう同時に同じ場所で、クリーニングするっていうのはちょっと難しそうなんで、できればこの2つを、まあ、こう別個に
分けちゃってから、まあ、それぞれをね、クリーニングしていきたいなと思ってるんですけど、横のわからない物体を一応外しました。はい。というわけである程度クリーニングを、してみたんですが、残念ながらこのこちらの並びはちょっとなくなっちゃってるのかなっていう感じですね。ここにある、5本、のギザギザなんですけど、まあ、この5本はこう完全に独立した刃になってるわけじゃなくて、この下のところあたりですね、ここが横にこうつながるような感じでこう並んでるんですけど、ここがちょっとね、こう欠けて抜けちゃってるように見えてるんで、まあここから先はないと。で、まあこれがですね、刃をほぼ、まあ、真上の方向から見た感じですけど、まあ、全体的にこう少しこうねカーブを描いてる感じになってて、この刃もちょっとこうそれに沿ってこう生えてるんですけど、やっぱここから先がやっぱりこうないので。うん、ここで刃は折れてなくなっちゃってるという感じですね。ただまあこの刃の方は普通丈夫なんで残ってることは多いんですけど、この弱いはずの歯根がほぼこう完全に残ってる状態っていうのもね、もうちょっと不思議な感じではあるんですけど、うん、まあちょっとこの先はなくて、もうやっぱりですね、この一番大きいところにやっぱこのカムラザメの歯っていうのは特徴があるので、そこを見るとそのカムラザメのグループの中のどれっていうのがね、ある程度こう、分かるんですけど、まあ、ここがなくなっちゃってるとね、あくまでカムラザメの一種という感じでしか言えなくなっちゃうんですけど、まあちょっとこれは残念でしたね。はい。まあ、とりあえず今回の、目的は果たせたかなとは思うんですけど、まあ、一応先に外しておいたこちらですね、あのつぶつぶになっているところ、ここが何なのかなって思うんですけど、ただ剥がした感じで見るとそのつぶつぶの下になんかこうね歯の根っこ的な構造があるわけではないので、これはなんか歯っていうよりはやっぱり何かの鉱物の集まりなのかなっていう気はするんですけど、まあそれはおいおいまた、クリーニングしてちょっとね、明らかにしていきたいなと思ってます。はい、はい、というわけで、こちらカムラザメの歯のクリーニングでございました。非常に、状態としては残念な感じなんですけれども、まあ懲りずにですね、あんまり全体行って、発掘をね、していきたいなと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。